静母発電所は岐阜県中津川市山口にある関西電力の水力発電所である木曽川本流にある発電所の一つで形式はダム水路式発電所最大出力は 16,300kW 中津川市東部2005年に古市県が合併した旧長野県山口村に位置する1919年に運転を開始した静母発電所は ダム水路式発電所であり、取水は山口発電所と共用の山口ダムから行う。このダムは1957年淡水開始であり、1919年春工の発電所よりも新しい。元来は水路式発電所であり、基礎側に高さ7.12メートル、幅104.91メートルの固定式取水税機を設けていた。 取水量は43.97リッター、片メートル毎秒。ダムから発電所までの間は、長さ3128.7メートルの無圧導水路でつながる。ダム完成前の導水路はこれよりも長く、延長4794.29メートルであった。導水路から先は、上部水槽を経て4畳の水圧鉄管で水を落とし、4組の水車発電機を稼働させて発電する。 有効落差は1から3号機については46.36メートル、4号機については49.69メートルで、発電所出力は16,300キロワットとなっている。水車発電機は初期設備の3組と1922年増設分の1組で、規模が異なる。水車については、初期設備が横軸にタン流渦巻フランシス水車。 増設設備が立軸炭臨炭流渦巻き、フランシス水車を採用。四台とも東芝製であるが、1973年3月の発電所改修にて交換されており、元はスウェーデンのボービング車製及び奥村電気製であった。発電機容量は、初期設備が5 2 5 0ルトアンペア、増設設備が3 0 0 0ルトアンペアであり、全車は、 アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリック製、後者は奥村電気製。周波数は 60Hz を採用する。発電所建屋の広さは1196.5平方メートル。鉄筋コンクリート構造を2階建て部分と、増設時に増築されたレンガ造り平屋建て部分からなる。名古屋伝統、基礎電気製鉄、大道電力社長、福沢桃介静母発電所は、 明治、大正期における、名古屋市の電力会社名古屋電灯によって開発が計画された。同社が、現在の静波派発電所周辺に、推理券を得たのは1908年5月に遡る。この段階では、推理券の獲得程度にとどまったが、名古屋電灯に後年、電力王と呼ばれた、実業家、福沢桃助が乗り込むと開発計画が具体化され、 同時に基礎川の流れを利用して、基礎五両林からの木材輸送を行っていた、提出林や管理局との交渉も進められた。1915年10月、名古屋伝統は、長野県に対し、使用水量を基許可の900立方弱米病から1200立方弱米病へと増加する申請を行う。さらに、翌1916年6月には、 読書村から他立村にかけての引用区間を読書と静葉派の2地点へと分割、変更するという計画見直しも申請した。このうち静葉派地点については、1917年3月水利券が名古屋伝統に許可された。なお許可使用水量は1300立方弱、毎秒であった。水利券許可までの間に、低出林や管理局との間の木材輸送問題に、 ついても、大体の森林鉄道を会社側の負担で建設するという条件で解決された。この木材輸送問題につき、長野県より許可された水利県には、中央本線の三留屋駅や坂下駅に連絡する森林鉄道の付設命令が付されている。水利県許可後、名古屋電灯から開発部門が基礎電気製鉄として独立したため、 同社において1918年9月に静母発電所工事実施認可を受けた。翌1919 19年6月にまず水路工事が完成し、ついで発電所工事もほぼ完成したため通水試験と完成検査を経て7月11日より発電機1台分、出力4 2 0 0ットにて発電を開始した。さらに残工事の水圧鉄管2条が完成したことで、 水車発電機3台すべてが竣工し、11月1日より出力1 2 6 0 0ットでの運転が始まった。なお、完成後の1921年2月、事業者の基礎電気工業は合併によって大動電力となっている。建設工事には近くを通る鉄道が活用され、資材輸送は円滑であった。この鉄道を補助する施設として、 森林鉄道三流野線と工事区域をつなぐ、京弁鉄道、坂下駅の仮設貨物ホーム、木曽川を吊り橋で渡り駅と発電所を直結する、運搬道路、国道等をつなぐ、重量物運搬用インクラインなどが会社により、建設されている。当初の使用水量は、約33立方メートル毎秒であったが、これは発電所付近における、平水量55立方メートル毎秒。 低水量39立方メートル毎秒よりも少なく滑水量に近いものであった。使用水量が少ないのは滑水量に近い量を採用して発電力の季節変動を避けるように設計するというのが当時の水力発電所の常識であったことによる。1921年8月、大道電力は使用水量を増加して1500立方弱毎秒とする許可を得て、 1922年3月に増加分に対する水車発電機1台を増設した。これにより発電所出力は1 4 7 0 0ットとなった。1934年4月には、さらに使用水量を増加し、1,580立方弱毎秒とする許可を得た。設備に余力があることからの水量増加であり、 翌1935年5月に発電所出力が 16,300kW へと引き上げられている。1939年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大同電力は電力管理に伴う、社債処理に関する法律第4条。 第5条の適用による日本発送電への車載管理、支払い義務継承並びに、車載担保電力設備の強制買収を前年12月に政府より通知される。買収対象には、静波発電所を含む14カ所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。太平洋戦争後、 1951年5月1日実施の電気事業再編成では、静母発電所は他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を発生電力の主張基地によって決定するという潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が関西電力所管となったことによる、 山口ダム大道電力の未開発水力地点の一つに坂下地点があった。1920年に水路式発電所の計画で水利権を得た落合地点をダム式発電所に変更した際に上流側に残った地点にあたる。水利権は日本発送電を経て関西電力へ引き継がれ、1951年から建設準備が始まった。 この坂下発電所は、取水口を、なぎそ町あずまに設置し、ダムによって、総貯水量348万4千立方メートルの調整値を築いて、最大4万2千キロワットを発電するというもので、ある。ダム建設に際し、当時取水口に土砂が堆積して、滑水機には十分な取水ができない状態となっていた、静母発電所についても改造し、 このダムから取水するよう変更されることとなった。山口ダムは1957年11月末に完成し淡水を始めた。2019年5月30日、発電所にて関係者ら50人が出席して、運転開始100周年記念行事が開催された。発電所構内には、静母発電所機構碑が立つ。石みの上部には、川新事務のが掲げられ、 その下には、杉山久志の線、岩崎範博の書による、発電所工事の概説が秘文として掲げられている。これとは別に、上部水槽にも、西園寺金持の記号による、李仙金石伊沢大住天下の変革が掲げられている。西園寺の書は福沢が記号を依頼したもので、和井内子からの引用である。ありがとうございます。